ヘンリー・フレデリック・新教は、イギリスの政治家、保守党所属、バース公爵家出身で、妻の実家サマセット公爵家の相続問題に介入して、その遺産を奪った。第3代、バース公爵ヘンリー・シンとハリエット・ベアリングとの、次男として生まれた。第4代、バース公爵は実刑にあたる。1858年に、サマセット公爵家令嬢アルリカ・シーモアと結婚した。 1859年に南ウェルトシャー選挙区選出の庶民議員として初当選以降は1885年までその議席を占めた。また、1875年から1880年にかけて第二次ディズレーリ内閣下の王室会計長官を務めた。1876年には数密顧問官に任命されている。これ以降は政界から離れて、 ウィルトシャー副投官などの官職についている。1904年に71歳で死去した。当時のサマセット公爵家当主第12代サマセット、公爵エドワード・シーモアは男子を二人設けたが、すでに両名とも死去していた。このうち、長男エドワードには二人の幼い男子がいたが、キリスト教によらない、挙式の末受けた諸子であった。そこで、公爵は爵位こそ継がせることはできないが、 莫大な資産のうち公爵家絵画コレクションすべてを兄弟に相続させることを一族に周知していた。その公爵が1885年に没すると折しも議員を引退した真は妻アルリカと共に相続問題に介入、幼い兄弟に分与された絵画やめぼしい財産を後見人の立場を利用してことごとく売り払った。真はこの際に兄弟の父、 エドワードの結婚証明書も処分しており、成人した兄弟が、その出生を証明する術も失われてしまった。そのため、第15代サマセット公爵死去に伴って、再び継承問題が生じた時も、兄弟は継承権の立証に失敗している。1858年6月1日に、アルリカ・フレデリック・ジェン・シーモアと結婚して、4男事情を設けた。ありがとうございます。